はい、皆さんおはようございます。というわけで、本日は9月の22日土曜日の朝6時ぐらいです。今日もね、まあすごい久しぶりなんですけど、こんな朝早く出かけるのちょっと並びに行ってこようかと思います。あー眠い。さすがにオールスリーキャラ内気の抽選が終わったので、今度はビレッジに向かおうと思います。はい、皆さんこんにちは。というわけですね、いや行ってきましたよ。ほんと久しぶりに朝から並びましたね。もういつ以来だろう、こんな朝から並んだの。本当にちょっと思い出せないぐらいの話なんですけど、久しぶりに朝早起きしまして、5時ぐらいに起きましてね、ナイキ原宿の方に並びに行ってきました。ナイキ原宿からビリーズさん流してきたんですけれども、いやーすごかった。もう本当にすごかったんですけどね。まあその話はちょっとおいおいということで、まずはちょっとねボックスから見ていきましょう。今日は何をゲットしたかというとですね、これですね、ナイキエアジョーダン1 OG のボックスでございます。エアジョーダン1 1985エアジョーダン1ですね、ものがこちらになります。ナイキエアジョーダン1レトロハイ OG、コートパープルブラックセイルですね。いやーもうこれほんとリークが出た時からずっと気になっててね。いやーでもまあほんとこんなに買うのが大変なモデルになるとは誰が思ったかっていう感じですね。ではでは早速物見てみましょう。ダン、そしてダンと、はい、エアジョーダン1レトロハイ OG コートパープルですね。いやこれ、いやもうほんとちょっとね、まさかこんな、これやっぱオリジナルカラーじゃないですし、言ってもね、そこまでこう人気もないんじゃないかと思ってたんですけど、でまあこのカラーパターンももう何個も出てるんで、まあ、数も多いんじゃないかと。ブレッドトーとかも言っても多かったじゃないですか数で。なのでまあそんなに買うのも大変じゃなかろうと思ってたんですが、前々日ぐらいからですね、こうにわかに数めちゃめちゃ少ないらしいぞと、国内のファイブめちゃめちゃ少ないらしいぞっていう話を聞きまして、で特に緑、これ一緒にここのパープルの部分が緑のものも発売されたんですけど、そっちの方が少ないって言われてたんで、じゃあまああれかなと、ナイキ原宿で100とか100パープルが100とか150の、緑が50の、100とかそんなもんかなとかそんなもんぐらいかなと、こう、楽観的に思ってたんですけど、まあ100でもまあ少ないなぐらいに思ってたんですが、まあ朝かの朝行ってみたらですね、店員さんか誰かにね、聞いた知り合いがいらっしゃいまして、伺ったんですけど、話。そしたら、緑が25の、パープルが60足。やばい少ないぞと。その昔のシカゴより少ないんじゃないかと。いう数でですね、こりゃちょっとこっちは無理ゲーだなって思いながらこう並んでて、で、まあ一応抽選が終わって、で、8時半までに並べば、ビリーズ原宿さんの方でも、今回渋谷の方はなくて、取り扱いがなくて、原宿の方でも、入店順抽選の方に参加できたんで、もうちょっと小走りで行って、並んだんですけど、その時の番号が320番でしたね。で、ナイキ原宿も380何番でしたね。380番ぐらいだったかな。で、並んでたんですけど、だからまあほぼ同じぐらいの人数のところに並んで、ねえ、くじ引きを引きましたら、まさかの当選というね。当選というか、番号引いたら、9番って書いてあってですね。最初こうパッて見た瞬間に、うわ、6番来たと思ったんですけど、よく見たら、あ、9番じゃん、なんだって思ったんですけど、よく考えたら9番もめちゃめちゃすごいなと思って、なんか2度びっくりするっていう。
そんな感じで、俳優僕入店順抽選ってほぼ当たらないので、いや久しぶりになんかこう来たっていう感じでしたね。では早速ね、ちょっと長々喋ってあれなんで、物を見てみましょう。ちょっとじっくり見ていきましょう。つま先から見ていくとこんな感じですね。まあブラックの部分はいつもの、ジョーダン1で使われているスムースレザーです。すごくしっとりと手触りのいい感じのスムースレザーが使われています。でこのつま先、頭の部分が、パープルのちょっとシワの入ったレザーになってますね。最近よく使われるタイプのレザーですね。バンドの時ぐらいからよく使われてるタイプですね。バンド、まああれか、シャッタードバックボードぐらいからですかね。で、真ん中のミッドパネル、もうこのセイルの、まあオフホワイトって感じのカラーですかね。が使われてまして、しっとりとしたこういうシワレザーが使われてます。で、スウッシュは今回はシワなしの、つま先のトーキャップの部分と同じ、スムースレザーが使われてます。で、こう見ていくとこんな感じで、ヒールは、つま先と同じくちょっとシワの入ったレザーになってますね。で、まあ、補強パーツがかかとに入っている分、ちょっとシワが伸びてますかね。少しスベスベした感じの素材感になってます。で、履き口のところの補強パーツはパープルで、ブラックにエンボスで、エアジョーダンのウィングロゴが入ってます。ですね。で、履き口周りも黒のスムースレザーが使われます。で、内側見ていくとこんな感じで、まあまあ、同じですね。内側はいつも通り。同じ感じのエアジョーダンです。ここにウィングロゴがない感じです。はい、じゃあつま先から見ていくとこんな感じで、まあこう上から見ていくとね、このシワ感がよく伝わると思うんですけど、ちょっと押してみるとまあこんな感じのシワ感ですね。ちょっとまあ硬めかな、でも思ったより硬いですかねの、シワレザーが使われてまして、で黒の平紐がデフォルトではついてます。まあ最近のジョーダン1 OG と流れに、逆らわずここに一番最初のここだけ通されてる感じですね。で、ナイロンの終端にここ紐通すとこがあって、タントップにはナイキエアのロゴが入ってます。R が2つのやつですね。ヒールから見ていくとこんな感じで、アウトソールがパープルのセイルカラーのミッドソール。で、ヒールはまあここにジャンプ版なしの OG バージョンですね。で、ここに、やっぱここのね、結構このだんだん好きなんですよね、ジョーダン1の補強パーツとスウッシュと、ミッドパネルの色と、あと履き口周りのこうってなってく、ここの部分いいですよね。アウトソール見ていくとこんな感じで、パープル、コートパープルのアウトソールになってます。パターンとかはもういつも通りのエアジョーダン1 OG のデールですね。ここのナイキロゴは相変わらず R が1個ですね。 R1 個ですね。こんな感じになって、で履き口周り、ライニング見ていくとこんな感じで、ちょっとまあザラザラとした感じのメッシュ生地が使われています。でライニングは、白地にパープルでナイキレアのロゴが入ってまして、でちょっとですね、今回まあざっくり見た感じ、クオリティかなりいい感じでできてるなと思ってたんですが、インソールに何かこう青っぽい何かがついてるんですね、これ。多分このインソールと、中敷きをこう、接着するための接着剤のはみ出しか、飛び跳ねがついてる感じですかね。まあこんなん入っちゃったらわかんないっていうか、取っちゃえばいいんですけど。まあまあね、ちょっと、ここは唯一の残念ポイントですね。で、付属品は、こちら側にくっついてくるんですけど、パープルの貝紐がついてますね。僕、前の動画でもよく言ってるんですけど、ジョーダン1には、この数種の色に合わせた紐をつけるのが好きなんで、ちょっと、今回は黒のまま履こうかなと思ってます。はい、それではちょっと履いてみた感じをご覧ください。はい、履いてみるとこんな感じですね。いやー、めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。いや、これ最高にかっこいいですよ。横から見たのがかっこいいのはもちろんのことですね。上から見た時のね、この黒とパープルのコントラスト、またこのパープルの発色がいいんですわ。なのでね、いや、ほんとかっこいいな。いやちょっともうこれこれするかっこよさですね。うん、やっぱね、この黒とパープルっていうね、色の合わせはね、ほんと好きなんですよ。なんでね、これたまんないですね。でまあサイズ感は、まあいつものエアジョーダン1ですね。エアジョーダン1 OG 持ってる方であればそのサイズ選んでいただいて間違いないです。特に変更はない感じですね。まあどのエアジョーダン1にも言えるんですけども、やっぱりこのサイドの部分、この小指のあたりからつま先にかけてだいぶ幅が細くなっているので、そこだけ注意が必要ですね。あと、まあ、こうはちょっと、高めのセッティングなので、
甲高の方はちょっとそんなに気にしなくても大丈夫かなって感じですね。いやしかしね、でまあ履き心地はいつも通りのヤジオ玉ですね、これも特に変更ない感じです、しっかりとこう接地感がある感じのね。でもまあジョーダンとかダンクとかってやっぱ薄いんですけど、薄くて硬いですけど、そのブーストとかね、あのベイパーマックスとか、リアクトとかその辺に比べるとやっぱりクッションはもう全然劣るんですけど、でもねやっぱりなんかこう履いてて安心感あるというか安定感あるので歩きやすいんですよね。なので僕は、結構好きですよ。あの結構歩く日とかでもジョーダン1とか、ダンクとかフォースワンとかその辺選んだりもします。いやー本当もう何度も言いますけどめちゃくちゃかっこいいっすよ。ああこれはいやーほんと買えてよかったな。いやもうでもほんとこうなってくると緑も欲しくなってくるんですけど、もうノーチャンスですかね。いやーなんかこう2足ね並べて、ビリーズで紫のナイキ原宿でパープルのみたいな感じが最高だったんですけどね。あ逆か、ビリーズで紫の、ナイキ原宿でグリーンのっていう感じがね最高だったんですけど、まあそうは甘くないですよね。25足ですからね。いやーでもよかった、ほんとパワフル変えて、もうずっとリークから欲しかったんで、いやほんとかっこいいですね。うん、めちゃくちゃ嬉しい。はい、というわけで、今日ご紹介したのはナイキエジョーダン1レトロハイ OG、コートパープルのカラーリングでした。いやほんと今回このコートパープルと、まあグリーン2色発売されて、同じぐらいの時期にねあのリークも出てたんで、まあ当然こうバラバラの発売日になるだろうと思ってたんですけど、まさかの同日っていうね。でパープルの方が若干数は多かったんですけど、まあどちらもこの最近のジョーダン1 OG のシリーズに考えるとだいぶ少ない数で、なんでこんなことになっちゃったのかわかんないんですけど、海外もこんなに少なかったのか、そんなに海外のYouTuber、スニーカー系の YouTuber さん見ててもそんなに少ない少ない言ってるようには思わなかったので、そこまでじゃないとは思うんですけど、なぜか国内は相当少なかったですね今回。あのナイキ原宿さんでももう最初に言った通りにこの緑が25のこれが60足ね、もうほんと他のお店さんでももう各一レベルだったんですよね。で実際のところ僕がこの購入運用購入できたそのビリーズ原宿店さんも、もうパープルの29センチはもうこれ1足でした。だったんでもう検品の時に聞いたら、あ1足ですよって言われたんで、まあまあもう交換もクソもないなと思ったんですけど、まあでも運よくね特にこう不良箇所も現状見当たらない感じでインソールのあの接着剤ぐらいなんでね、まあ良かったんですけど、だったんでね、ほんとまさかこんな買いにくいモデルになるとは思わなかったですね。でまあ個人的に紫のスニーカー好きなんですよ。結構紫色っていうカラーが好きでそこそこ持ってるんですけど、今回はねやっぱこの大好きなエアジョーダン1 OG で、でかつねこのまあよく最近よくあるこの人気のカラーパターン色の置き方で、まあ個人的にはここパープルじゃなくて白でもいいなとは思ってるんですけどまあでもね、まあ今の人気のこのカラーパターンだったんで、まあちょっとこれは一足ゲットしておきたいなと思ってたんで、いやーほんとまさか買えるとはって感じですね。正直中にこう9番で入ってこのお店の中でちょっと待ってたんですけど、でその時にやったーっつって、偶然僕の知り合いも一緒に隣で並んでたんですけど、まさかの連番で入れたんですけど、それでこう話してたらやっぱみんな緑狙ってると、で緑も数が少ないっていうのを聞いたらちょっとだけ心は揺らぎましたけど緑も買えそうな感じだったんでね、揺らぎましたけど、でもやっぱりまあ初志貫徹で僕は紫を買いました。いやでもほんとかっこいいですよこれ。うん、もう素材もいいですし、まあやっぱ黒白紫のエアジョーダン1ハイ、はい、OG これもう間違いないでしょっていう感じですね。これあえて紐をイエローとかにしてちょっとレイカーズカラーっぽくするのもありかななんて今ふと思いましたかっこいいかもしれないな、イエローちょっと差し色で入れるの。うん、そんな感じですね。ご意見ご感想ご質問等ございましたら下のコメント欄の方までお気軽にお寄せください。ではでは最後までご覧いただいてありがとうございました。今日ご紹介したのはナイキエアジョーダン1レトロハイ OG、コートパープルのカラーリングでした。ではではまたお会いいたしましょう。ピース。